さあ翔くん、はい、J2 の話をちょっとしましょうか。中断と言っときながらクラブは上に上がるために動きがちょこちょこあるんですよ。それでここでね、中断明け前に各クラブの新戦力ですね、この夏の移籍期間でね、はい、ふわーっとお話をしていこうかなと。はいはい、ちょこちょこありますよね、気になる移籍がね。まあ、うちらで言うと梅木選手、サネトウ選手ってとこっすか。はい、もうこれ以上ないんすかね。ね、もう1枚ぐらい行ってもいいと思うけどね。ね、っていう感じもしますが、ベガルタステーション、さあそれですよ、うん、他のチームどうですか。上からちょっと聞いてみようかな。はい、ブラウブリッツ秋田、秋田あれですよね、はい、どうなったか、キーパー、おお、ここまであのフル出場だったアロナス選手、なんて読むんだあの漢字一文字って。なんて読んだ、ダンみたいな。ダン選手でいいんでしたっけあれって。かっこいい選手って読むんだねこれね。かっこいい選手って読むのか。そう、かっこいい選手が京都行きましたよね。よくご存知で。っていうのは覚えてて。それとあと秋田って何かあったっけ。出た選手もう一人、王って言いますよ、ザ・センターフォワード、うん、あれ庭志音選手。おお、そうなんですよ、さぬき、さぬきに行きました。あー、出場機会を求めてっていう感じか。感じですよね、多分ね。なるほどね。その庭選手のところにちょっとイケイケフォワード入ってきました。秋田誰来たっけ。東京ヴェルディから川村圭人、あのザ・ヴェルディみたいなあのスタイル、なんか強気の仕掛けと、はいはいはい、ちょっと裏抜けとみたいなみたいな感じなんか、はい、まあ、秋田のサッカーに合ってるみたいな感じですかね、もう一発勝負みたいな。あ、そうですね、そこっすか。なるほどね、はい、で次モンテディオ山形ね。山形結構衝撃な、え、お前出ていくのみたいな。いなくなった人、はい、出てったんですか逆に。はい、押し出された感じで出ていたかな。いわき、あ、そうだそうだそうだ、有田選手ね。あ、そうそうそう、鹿児島に行きました。これも出場機会求めてですね、きっとね。そうですね、有田選手くすぶってたもん ね、新加入みんなでね。いいね、逆にもう見切りつけていいよこんなチーム。だから試合使われないくせに成績も出てないし。そうっすね、だったら出た方がいいもんね、うん、絶対いい判断だったかもしれないですね、はい、杉山選手はね、まあ、あんま使ってなかったのか。そうですね、調子もなんか良くな、調子が良くないのか、山形で活躍できなかったのか。有田選手、木田選手、加藤地、坂本選手、杉山選手というこの2024回の新加入メンバーが軒並みダメだったじゃないですか、はい、序盤っていう中の一人ですもんね。あ、そうそうですね。ここで違うチームで開花したら悲しいような、山形からしたらな。いや、でも全然ありえますよね、有田選手とかもね。はい、ちょっとすごい。いや、してやってやろうと思ってると思いますよね、本人。この前半の分の鬱憤がね、はい、あるかもしれないです、うん、続いて、いわき。いわき結構いろいろあったんだよな。いわきすげえあったっすよね。はい。まずあれでしょ、照山選手いなくなったでしょ。マルディーニ。マルディーニなんとどこ行きましたか。またこすってる。マルディーニ長崎行ったっすよね。そうなんすよ。個人昇格だ。まあ同じカテゴリーですけどね。優勝しに来たね長崎ね。感じしますよね。はい。もう当たんないけどねベガルタは。すれ違ってたねずっとね、照山選手とね。確かに確かにそうですね。いわきと対戦できるけどもういないしね。いないしってね。もう一人ね、佐賀陸。うん、あれだ、岡山。おお、そう、よくご存知で。いわきやっぱちょいちょい抜かれますよね、やっぱいい選手ね。そうですね。しかも結構潔く手放すんだな。ああね。まあそう、育てて送り出すみたいなね。うん、ね。いいのかなっていうね。上位進出は狙わないんかなっていう気がしますけどね。ね。で、次、水戸ホーリーホック、これびっくりです。誰か取りましたね。バレーボールでいうと、西田選手みたいな人取りました。すごい例え。誰だっけ、水戸って誰だっけ。コンサドーレ札幌のみかんの大輝。あっ、え、そうか、中島大輝選手ね。そうそうそう。ってことはまたベガルタとはやりますよね。やりますね。しかも清水戦の次じゃん確か。そういえばそうなんですよ、ワンチャン出てくる可能性あるね。見れなかったっすもんね藤枝戦の時ね。はい、ベンチにさえいなかった。次ね、栃木ゴールキーパーの中島選手っていう静岡出身の方がいるんですけど、岩田に行きました。岩田に、はい、栃木からですか。もともと岩田所有か。あ、そうそうそう、レンタルバックってことですね、復帰みたいな感じですね。でディフェンダーの坂選手、ガンバとかと大分トリニータとかでやってた人が、はい、まあ、ガンバからやってきてテコ入れみたいなのを
します。はい、次地味だこれ、あ、次ザスパ草津、あれこれ結構いい補強しましたよ。ザスパなんかありましたよね。はい、ファジアーノ岡山、千葉選手、そうだそうだそうだ、はい、で、あとね一瞬のきらめきファンタジスタ、今の時代に生きるファンタジスタがいるんですけど、横浜 F マリノスとかでやってたカバヤマ選手っていう選手がトスにいて、それを取ったんだ。はい、期限付きで、最下位脱出を試みてきてるね。そうですね。でそれとあとね、僕がこの選手あんまり J1 で使ってない実力者だから、ワンチャンベガルタ狙えっていう、誰だっけ、ね、フォワード6人ぐらいあのピックアップしたと思うんですけど、そのうちの1人誰だっけ、トスからカワタをハツシはいはいはい、出てきましたね。はい、それ取ったんですか。取りました。で草津結構賭けというか、なんていうんだ、その、ね、絶対に J2 に残留してやるぞっていうところで、うん、なかなかの大投資してきましたね。そうですね。でジェフなんかありましたっけ、あれかアンドリュー選手とかが、そう出てきましたね。出ていったのあるけど、あとディフェンダー、まあ、怪我がちじゃないですか、あそこ鈴木大輔選手とかね。あ、そうそこで東京ヴェルディから山越選手、岩田から小川大輝選手、試合も出てたんじゃないかな。ディフェンダーですか2人。あ、そううーん、で横浜 FC は外国人ですよね。うわ、取ったっすね。取りましたよね、両方ポルトガルから。キングカズも J リーグ戻、 J じゃないや、日本戻ってきましたしね。ね、鈴鹿にまた戻ってきた。そう、キングカズと一緒に出てった人がいるんですよね、大宮に。お、あれだ、和田選手だ。そう、和田選手出てなかったっけ試合。ねえ、でもあれですね、大宮から求められて行ってやるかみたいな感じなんですよね。いや、もう大宮もう完璧優勝するでしょ。はい、もうね、もう個人的にはもうあれなんだよな、荒井瑞希出てってほしいんだよな。確かに行きたいよね出てるところ、うん、どっか行かないかな。ねえ、次ヴァンフォーレ甲府、あれだ、あのアダユートンじゃない、あ、そう使うか使わないかのポジションにいた。そうなんですよ、攻撃の方ね。はい、ファビアンゴンザレス。うん、そうあれまさかの、あれ大宮でしたっけ。あ、そう、正解。大宮って違いだろ絶対やばいですね、はい、企画 J3 レベルじゃないでしょ絶対ファビアンゴンザレス選手。はい、甲府からしたら別にそんな今のチームに必要なかったことですよね。そうだね。で代わりに、まあ、外国人、マクーラ選手っていうのが入ってきたんですけど、まあ、ちょっと未知数ですね。確かに。で次清水エスパルス、これも昇格しに来たなっていう感じですね。あれエスパルス誰か取りましたっけ。元エスパルスの人が岡山に入ったのはあるよね、置いといて、はい、あれエスパルス誰か来ましたっけ。エスパルスまずね外国人取ったんですよ。あ、そうなんですね。そう、ヤクブっていうね、これもまたポルトガルのチームから。ヤクブ装備ですか。なんかガーナとかにヤクブって結構いないですか。ヨーロッパとか見てると何人ヤクブいるねみたいな、山田さんみたいな感じなんですよね。多分アフリカで言う。あ、そう、アフリカの山田さん。アタッカーですか。はい、いる。アタッカー清水、ブラガがもしかしたらいなくなるかもみたいな話なかったっけ。あ、そうなんですか。そうなるときついですね、うん、あれ結構嫌だったけどね、清水ってやつで。そうで、ヤクブ選手って結構期待されてるフォワードが来たのと、あとねボランチにね町田からカリュードが来ました。あれどこ行ったんだ。怪我ばっかりしてるやつ、宇野禅斗選手。そう、あれ清水来たんでしたっけ。おお、マジか。はい、え、マジか。はい、あえ、やだね。やだね、怪我ばっかりしてるけどね。うちのレンジとちょっとバチバチ、いいっすね、行ってほしいっすね。あ、いいな。ちょっとレンジの方が上ですね、年はね。うん、はい、やるよね、あの2人は絶対に。はい、でその清水から、次藤枝に行きますけど、はいはいはい、清水からフォワード取ったんですよね。藤枝、はい、千葉寛太選手っていう。おー、ちょいちょい聞くけどな。で、あれですね、中島さんが出てったみたいな感じですね。はい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 。さあ次ファジアーノ岡山。岡山ね。あ、なるほど。はい、あれですよ、神谷選手取ったでしょ。おお、サイドアタッカー。うん、韓国行ったんだっけ、どっか行ったんだっけ。あ、そうですね。岡山の補強ってほんとなんか嫌だね。嫌ですね。そのさっきも話したけど、いわきから佐賀選手ね、体力あるんだよな佐賀選手。なんか嫌、はい、なんか嫌だよね。はいはい。で、あとフォワード京都から、は
あれどっちで読むの、一味和美、一味、一味選手。はい、嫌な方はずっと取ったね。確かにグレイソンいないんだもんな。そうなんですよ、今季はもういないから。しかもルカオ選手もちょっとね負傷したじゃないかっていうのもありのってことですよね。なるほどなるほど、はい、それは取るよね。すごい嫌なとこ取るね本当に。で千葉選手を送り出して、でなんとガブリエル・シャビエルをあの契約解除したって。まさかすぎるじゃん、ベガルタのクエンカぐらい何もさせてくれたんですか本当に。いやガブリエル・シャビエル選手序盤出てたらしいけど見てないもんな。見てないですよね、まさにクエンカじゃないですか。見たかったね。ちょっと本当にあれですね、岡山はみんな知ってるビッグネームを取らないで、わあなんかなんとなく知ってるわみたいな、嫌な、なんか本当にクロートが分かる嫌な選手を取った方がフィットするんですね。あ、そうですよね。さあ続いてレノファ山口。山口は、まあ、山口渋いですね。まず出てったのがごめんなさい梅木選手ですね。あ、そうですね。あと誰出てった。あとね、今治に加藤純也選手。おい、アタッカー、これ出すんだった感じですね。あんま今年出場機会なかったってことか。あと皆川選手がカンボジアで決まりましたね、移籍先がね。そうなんだ、まさかの。そうらしい、あくまでもプロにこだわる姿勢がねかっこいいです。あと誰が入ったのが町田の奥山選手っていうのと名古屋の酒井選手ってフォワード。あ、え、酒井豪徳の弟じゃないですかそれ。あ、顔似てるけど。そうなの。多分そうっす、酒井。あ、新潟出身でなんかそれっぽい。山口も全然まだプレーオフ圏内狙えますもんね。全然そうですね。どう梅木選手が抜けた穴をカバーするのかってとこっすよね、うん、山口。やっぱり豪徳の弟で、弟。確かにちょっと似てんのかな。身長高いっすよ。でもフィジカル系だった気がするんですよ、うん、確かに。あくまでサッカーは変えずにって感じなんですかね。そうですね。で今ノリノリ強え徳島。そうっすね、徳島はまあちょっとこの間番組で取り上げたばっかりですけ ど、はい、まあ、鈴木凛太郎、イブラヒームから始まり、岩尾選手がいての、あと名古屋からなんだっけ、ターレス。あ、そう、ターレス。でそしてその後に岩田から鹿沼選手。なんジュビロ結構手放してんね。確かに。して日本代表パリオリンピックディフェンダー行くんじゃない鈴木さん。ああ、確かに確かに、そうっすね。ね、どうなることやらって感じですけど、徳島もこっから怖いよな。今年の徳島はなんか追い上げてきそうですよね。で続いて愛媛。うわ、愛媛地味。まずゴールキーパーの黒川選手っていうのがティアモ、ああ JFL ですよね確か、違ったっけ。あ、そう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 。で神戸からミッドフィルダーの浦選手っていう方を取ってるんですが、ちょっと未知数ですね。で注目のビファーレン長崎、はいはい、先ほどお伝えしたように照山選手ね、はい、松本山賀からねフォワード取ったんですよ。身長高いジョップ・セリーン・セリウ。外国人助っ人ですか。でもね、神奈川県出身なんですよ、ね、これずるいよな、名前だけちょっとビクッとさせて日本人ですみたいなほうみたいな確かに確かに、ね、期限付きからのカムバックだ。ああ、なるほどなるほど。長崎パンパンじゃない選手。そうですよね、長崎優勝狙ってきてますねこれは ね、 ね。続いてロアッソ熊本。熊本あれですよね、なんかあの若い道脇選手でしたっけ。よくご存知で。海外行きますよ ね、 ね、初めてじゃない熊本から。確かにそうかもしれないですね。ベルギー、しかもシントトロイデンじゃないっていうのがいいよね。いいっすねシントトロイデン行き過ぎですよみんな、はいはいはい。ま、谷口選手も行ったやん、シントトロイデン。谷口選手、え、嘘。そう、カタールから。あ、そっかそっか、びっくりした。谷村選手だと思う、カイナカイナJ2 からベルギーですね。夢ありますね、はい。逆に本間志穂も帰ってきたしね。あ、そうだよね。あとね、熊本ね、岡崎誠っていうね、ディフェンダーをね、岐阜に期限付きさせて、出しました。で、これ、フォワード、ガンバの選手を獲得してます。で、大分トリニータは、町田から高橋大悟選手っていうミッドフィルダーを取って、あれ、高橋大悟って、もともと10番つけてませんでしたっけ。そうなんだ。で、あとはですね、鹿児島ユナイテッドがあれか、有田亮、はいはいはい、と結構取ってるんですよね。ボランチ町田から稲葉。お、そうだそうだそうだ、もともと秋田だったね。あ、そうそうそう。とかあとね、東京ヴェルディ永井壮太と、町田のあとフォワード沼田選手、はいはいはい、
町田も結構出してますよね。そうっすね、前の選手を結構取ってきましたね。鹿児島も苦しいもんね、今多分ね。そうっすね。なんか注目います、特に誰みたいな。でもやっぱ中島大佳選手は気になるんだよな、いつ爆発するのかな。はい、気になるよね。なんか試合出てるとこ見たいんですよね、ちゃんとね。はいはいはい。このポテンシャルすごいっていう噂が本当なのか嘘なのか、試合出てくれないと判断できないから見たいなっていうね。う、今度ベガルタとまだあるし、そこも注目ポイントにまたなるなっていうのと、あとはどこだ。でもやっぱ昇格争い争うチームですか。あ、うん、取りに来てるよね。とこありますよね、はい、岡山長崎じゃないですか。でも清水とかはもう正直取っても取らなくても、ね、なんかそんなに別に歯車が狂うことは多分ないと思うんで、はい、横浜FCとかも込みで、その岡山長崎がこうどうなっていくかってとこはね、注目っすかね。まあ、あとあれか、群馬も頑張ったし、今日大掛けに出た群馬が残留争いを脱出してくるのか楽しみかもしれないです。ちなみに J1 も華々しく動いてるんですけど、僕ら結構好きなジョルディ・クルークス。おお、ジュビロ。おお、正解。セレッソからね。ジュビロ行く。もう一人、そのセレッソからお前も出てくんかみたいな、リャン選手みたいなまで行かんかな。おお、おお、清武選手。あ、そうそうそう、そうだそうだそうだ、いなくなりますもんね。ね、あれどこかな。トスだ、そうだ、センタルでしたっけ。うん、リャン選手やん、トス。確かに。なんかあれだね、 J2 の方が動いてんじゃないかっていうぐらいの感じがしますけど、やっぱより J2 を見てるからね、ちょっと気になっちゃうよね、 J2 が気になっちゃう。確かに。でもやっぱ J1 の方が一個一個のビッグネームがすごいよな。早く J1 戻りたいですね。いや、戻りたい早く。はい、これもしかしたら、これいろいろ動きがあって、もう一回こういう動画撮るかもしれないけど、それも含めてね、 J2 楽しんでいきましょう、うん、そうなんですよね、 J2 は J2 でね、いい味しますから。はい、いや、これから見逃せないということで、はい、さあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。